遥か昔から竜の神々と邪悪の神々が戦い続けていた。邪悪の神々には人類を一瞬にして滅亡させる力がある。しかしその力は竜の神々の血を引く者によって封印された。まだいたのか。先に帰ってくれてよかったのに。何かあったの？あら、それ怪我したの？あ、何でもないよ。ねえ、誕生日の約束大丈夫なんでしょ？もうレストランの予約もしてあるのよ。いや、ちょっと都合が悪いんだ。前から約束してたじゃない。すまない、今度目合わせはするよ。だって約束してたのに。
よくわからないの。竜が私のことをどう思ってるのか。誕生日のディナーの約束がダメになったくらいで死にそうなこと言わないでよ、アイリン。だってほら、そんな顔しないで。また別の方法を考えればいいじゃない。でも私あんまりそういうの得意じゃないから。それがダメだっていうの。本気なんでしょ、竜のこと。だったら待ってるだけじゃダメ、奪い取るつもりでなくちゃ。そんなに心配ならすぐ確かめてあげるわ。ロバートに頼んで聞いてもらってあげる。じゃあ行ってくるわね。二人のことは二人に任せておけよ。他人がとやかく言うことじゃない。だってあの二人このままじゃ手も握らないうちに年寄りになっちゃうわよ。それがおせっかいだって言うんだ。サラは何にでも首を突っ込みすぎる。ほら、そんな好奇心の強いところが好きだって言ったのはどこのどなたかしら、探偵さん。ぶわそういや俺も聞いたっけな、ロバート。でしょ、ジェフ。だからちょっと竜に聞いてみてくれるだけでいいのよ。友達でしょ。あー、やっぱりここにいた。はい、サラさん、編集長が呼んでますよ。取材ですって。はぁ、これでしょ。何人何人。バイオテクノロジーの天才、フリードマンコーポレーションの社長ネッド・フリードマン、ついにガンの特効薬を開発。副作用は皆無か。どうせ共同記者会見じゃない。よそと同じ記事なんて書く気ないわ。やっつけ仕事が活字になるのは嫌なの。うん、じゃあ編集長になんて言います。そうだ、単独インタビューを申し込んでみるわ。そうと決まったら早速段取りをつけないと。じゃあね、ロバート、アイリンのこと頼んだわよ。おい惚れた女にゃ弱いか。しかし大勢な、何やってるんだろうな。本当ならこれ特段だぞ。スクープ、まだかな。おお、やめた。スクープ、フリードマン博士、何か一言言ってくださいよ。ガン特効薬の完成は本当ですか。博士、この薬の成分は一体何なんですか。博士、フリードマン博士、黙ってないでお願いしますよ。博士、フリードマン博士、薬は本当に効くんですか。本当なんですか。助けて。ん、誰かが私をお願い。ここから出して。裏ね。これで一生参拝か。悪いな。おかわりね。今度もロバートの払いよ。お待たせ。よ、うん、いつものね。まだリュウには聞いてないよ。そのことじゃないの。面白いネタを仕入れてきたの。ネッド・フリードマンのことで。インタビューに行ったんだろう。拒否された。それに何でも共同記者会見でも一言も話さなかったらしいの。あのネット・フリードマンがよ、マスコミ好きでいつも自慢ばかりしてるのに何かあると思わない。それにもう一つとんでもない噂があるのよ。なんだよそれ。ねえ、ちょっと手伝ってくれないかな。その噂って何なんだ。人体実験。冗談だろう。
自宅から聞こえる妙な悲鳴、時々運び出される大きな箱、近所の噂だけど。いやだね、そういうところへ行くの？そう、当然でしょ。中へ入れない？ダメだ、鍵がかけてある。ああ、どうして部屋開いちゃうのよ。おう、誰もいないのかしら。な、な、言った通りだろ、帰ろうぜ。きっと天才先生は会社にでも寝泊まりしてんだよ。噂はただの噂だったんだよ。な、ロバート。ひでえな、誰の仕業で。悲鳴ってネッドのじゃねえのか。もうとっくに殺されてんだよ。じゃあガンの特効薬を集めしたネッド・フリードマンは一体誰よ。記者会見でも一言も話さなかったんだろう。だから替え玉じゃねえのか。そんなわけないでしょ。手分けしよう。いいかジェフ、ちゃんと調べるよ。仕事なんだからな。本当に悲鳴を聞いた人っているのかい。ネッドの幽霊の声だったなんてシャレになんねえぜ。じゃあゴーストバスターズでも呼ぶか。それ笑えねえよ。やだ、繋がってんじゃない。ノック。その格好。ロバート、どうしてここに。サラのお手伝いさ。ネッド・フリードマンに変な噂があるらしい。噂？人体実験をしているらしいのよ、バイオテクノロジーの。バイオテクノロジー？あー！ジーン！ジェフ、どこだ？ジェフ！あそこ。ジェフ、大丈夫か？リュウ、ロバート。ジェフ！これ。死んでるよね。多分な。サラ、カメラだ。噂は本当だったんだわ。人体実験か。フリードマンコーポレーションは生物兵器の研究をしているって。そいつがこれか。なんでこんなもん作ってんだよ。ドタマおかしいんじゃねえのかい。声がでかいぞ。落ち着けジェフ。落ち着いてるよ。とにかくスクープだわ。おい、何するのよ。すまないが記事にはしないでほしいんだ。冗談じゃないわ。なんでそんなことリュウに命令されなきゃいけないのよ。これ以上深入りしない方がいい。どうしてよ。
知らない方がいい。私の仕事にも口出ししないでよ。とにかく記事にしないでくれ。せっかくのスクープよもう。俺にまで隠し事をするのが、言えよ。邪神の封印を解こうとしてる奴がいるんだろう。それがネッド・フリードマンじゃないのか。言えないってことはそう考えていいんだな。邪気王の野郎を倒したばかりだっていうのに、どいつもこいつも邪神の力を欲しがりやがって。俺がアーミーの特殊部隊にいた頃だ。邪気王って野郎が邪神の封印を解こうとしてるから阻止しろって命令を受けた。俺は邪神のことなど大して信じちゃいなかったんだ。そこに竜の忍者お前が現れた。俺がアーミーを辞めたのは、もし邪神を呼び出そうとする奴がいたら一緒に戦うつもりだからなんだ。リュウ、それとも俺に言いに行ってるか。分かってくれロバート、これは竜の忍者として生まれた俺の宿命なんだ。誰も死なせたくない。君もサラもジェフリーもアイリーンも。竜、バッキーワイス教授、早速ですがネッド・フリードマンについてお伺いしたいんですが。ネッド・フリードマンのことと言われましてもね、学生時代のことですからもう20年近く会ってないですし、もともと親しかったわけでもないですよ。彼はその頃から天才の名を欲しいままにしてましたから、私など相手にしてくれませんでしたね。ところでどうです、コーヒーをもう一杯。あ、いえ。そうですか。どうも私はコーヒーの飲みすぎですな。それで何の話でしたかね。ああ、ネッド・フリードマンね。正直言って好きなタイプじゃなかったですね。何か狂気めいたものを感じましたよ、彼には。よく言ってましたっけね、俺はバイオテクノロジーで世界の救世主になるんだって。もう、それに何だったかな。なんだかの力が必要なんだって言ってましたね。もう手に入れたんですかね、ガンを制圧して一種の救世主になったってことは。ま、天才と狂気というのはやはり紙一重なんですな。少し狂気の方に傾いていたような感じもしましたが、それに。あの、どうもありがとうございました。大変参考になりました。おや、もうお帰りですか。もっとゆっくりなさればいいのに、私のところに女性が訪ねてくるのは久しぶりで。いえ、もうこれで。失礼します。また来てくださいね。今度はボディーガードなしで。なんだよ、あのおっさん。自分だって紙一重じゃねえか。なんだかの力。ん？相手は決まったようだな。ありがとうございました。何か言った？今日は早じまいしよう。はい。アイリン。はい。遠くに友達がいるって言ってたよね。ええ、ユタにいるけど。それがどうかしたの？あら、どこから来たの？道に迷ったのかな？それとも君は野良かな？あ、あ、どうしたの？ほら、うなるんじゃありません。隠れてろ。
俺から離れてくれ。俺には君を幸せにすることはできない。アイリーン、君を戦いに巻き込みたくないんだ。急いでよ、ロバート。アパートで捕まるかもしれないわ。わかってる。おお、こわ。そうな。大丈夫か？私は大丈夫。俺もなんとか大丈夫。
だから行き先は分かってるんだ。行き先は。信じるわその話。竜をおびき寄せるためにネット・フリードマンがさらったのね、アイリーンを。好きなものを選びな。使い道はお手のもんだろう。ジェフ、お前まさか。答えは一つしかねえだろう。アイリーンはさらわれた。行き先は分かってる。俺はこいつにしよう。やっぱり使い慣れたもんがいいや。ジェフ、お前も行く気か。当たり前よ。アイリーンは大切な仲間だぜ。私も行くわ。危ねえよサラ。これは戦争なんだ。生きて帰れる保証はねえんだ。止めても無駄よ。アイリーンのこと放ってなんかおけない。友情は男の専売特許じゃないわ。ここは俺たちに任せろ。第一そんなスカートじゃ走れない。好奇心の強いところが好きなんでしょ。だから生きててほしいんだがな。さて行こうか相棒。ここまでたどり着くといいですね。ここへ来てあなたを見たときどんな顔をするか楽しみで仕方ありませんよ。ジェフ、ロバート。おやおや、あなたのお友達には自殺志願者が多いんですね。どうかしたのか、ジェフ。震えるんだ、ジェフ。俺の血は戦うことが好きで好きでたまらない悪魔の血なんだ。俺は傭兵だったんだよ。除隊して国へ帰ってからは普通に生きようと思って臆病者のマスクをかぶってきた。臆病者になれたと思った。ところがどうだい、嬉しいんだぜ。戦場に戻れたのが震えるほど嬉しいんだ。誰だって似たようなもんさ。戦うのが好き、酒が好き、女が好き、中身が男の方が好きな奴だっている。それでもみんな厄介なところをちょっとずつ曲げて世間となんとか折り合いをつけてるんだ。お前だけじゃないさ。早いとやっつけて、いっぱいやるぜ。賛成。俺がわかるか。誰？助けて、お願い。
どこにいる？わからないの。暗い、狭いところ。この建物の中か。早く助けて！いいか。いつも俺に話しかけるんだ。そうすればどこにいるのかわかるかもしれない。助けて！みんな、死んじまえ。おい、これが生物兵器を作る機械か。社長は超人類を作るための実験だと。超人類？あの怪物がか。ふざけたことは言うな。どういう仕組みになっているんだ。それです。これを投与した第一実験体の遺伝子と同様に投与した第二実験体の遺伝子と人間の遺伝子の中に組み込んで。とにかくこれだな。よし行け、早くしろ。忍者め、私がせっかく作った超人類清掃装置を、奴には人類の進化ということが分かってないのか。まあいい、装置などいくつでも作れる。私にこの力がある限り。ショットしろ。ショットガンはセフロアド。気にするな。それより先に行け。あとは俺が食い止める。じゃあな、バーで会おうぜ。わかった。ここに。気をつけて、銃を持ってるわ。やっと来ましたね、竜の忍者。貴様、これは。ご存知なのではありませんか。私が作った邪神の力です。作った？バカな。以前あなたが邪気王と戦った時、邪神の力の波動を記録したんです。それを元に作ったのです。あなたが壊してくれたあの超人類製造装置もそうなんですよ。ミス・ルーが死んでもいいのですか？ロバート。おやおや、あなたまで。普通の人間まで通してしまうとは。
もう少し戦闘能力を上げるようにプログラムを改良しなくてはいけませんね。この野郎、変なもんばっかり作りやがって。ここに女の子がいるな。よくやってくれたよ、ネッド。お前の役目はこれまでだ。バッキーマイス、教授。リュウ！大丈夫か？さあ、て、リュウの忍者、決着をつけようか？君の中の古い古い知り合いと。貴様など知らん！見えたかね？私の中の邪神の姿が。なんだと？邪神の力の波動を記録したのは私だ。それを元にネッドに作らせた。こいつもバカじゃない。この力の素晴らしさを知って喜んで協力してくれたよ。もっとも最初はこいつの娘を預かって無理やりやらせたようなものだったがね。俺を呼んでいたのはその娘か。我々の大事な娘だ。キャサリン。キャサリン、こっち。ほっとけ。こいつは邪神の力を手に入れたといい気になっていたが、これだけでは所詮作り物に過ぎないのだ。封印を解くためにはもう一つ必要なものがあるのだよ。まさか邪神の。その通り、邪神の肉体の一部だよ。竜の忍者に封印された時、邪神の復活を願う者たちにその肉体を切り裂いて分け与えたのだ。だがこれだけでは何もできない。邪神の肉体と作られた邪神の力、この二つが封印を解く鍵なのだ。あとは君の中の古い古い知り合いと決着をつけるだけだ。結果は分かっているがね。竜の忍者の宿命などどうでもいい。俺にとって大切なのはアイリーンだけだ。竜。エロドラマも時と場合を考えなければただの喜劇だな。お前がいる限り、邪悪な力がある限り、俺とアイリーンはどうにもならない。だからお前を倒す。貴様がどうなろうと封印は解かれるのだ。で、どこかに隠れていろ！いや、私も行く！ここでじっとしてるのよ。そう、止まりやがれ！止まりやがれ！なんて野郎だ。こら、アイリーン。
アイリーン。サラさん、そんなに怒らなくても。おい、サラ！いっぱいやろうぜ！サラ！私も連れてけって言ったでしょ？サラ、生きてるぜ！結婚しよう。結婚？ちょっとロバート、もう少し場所考えてよ。このまま教会へ行こう。行きますよ、サラさん。コラは通るんじゃない。一生の記念だよ。